さあ、並べ替えの時間がやってまいりました。本日2133番でございます。さあさあ、問題と選択肢ですね、すでに書いておりますが、この空所がですね6つあるという仮定で頑張っていただけるとよろしいかと思います。でもちろん本来1分ぐらいで考える問題ですが、YouTube の都合上ですね10秒間で頑張っていただけるとよろしいかと思います。ではどうぞ。さあ、いけましたでしょうか。どうしましょう。空所の左側ですね、さあ義務アドバイスになっているのが実はミソなんですね。で、皆さんちょっと下ご覧になっていただけると嬉しいかと思います。皆さん義務と言われたらですね、皆さん目的語の一つ目はですね、皆さん人間、そして皆さん目的語の二つ目は皆さん物というふうに抑えているかと思います。ですから皆さん人に物は与えるということでよろしかったですよね。でもちろんそれだとあまりにもまあ硬すぎるので、ちょっとひねってくる可能性が高いんですね。で、皆さんご存知かと思いますが、皆さんこの人と物の順番を皆さん逆転させることができましたよね。皆さんこういう順番に書き換えることができたということです。ただし気をつけていただきたいのは、皆さん上と下との違いを出すために、間に前置詞 to をくっつけるというところが皆さん大きなポイントだったかと思います。ですから皆さんこれをですね試す問題ですよね。皆さん義務の後ろアドバイスということですから、皆さん人じゃなくってまず物が来ているんですね。ということは皆さんこの上の順番ではなく皆さんこの下の順番ですよね。義務の後ろ物 to 人、おそらく皆さんこの順番になりそうだというふうに考えていただきます。その選択肢、まず一番初っぱなに使えそうなのは to ですよね。ギブアドバイス to の後ろは人間ですよ、この順番になるはずです。で、じゃあ選択肢の中で人間はと言われた時に、人間だとはっきり分かりそうなのは皆さん who ですかね。関係代名詞の who、 皆さん who は先行詞人にかかるはずでございますので、ですから、皆さん who の右側の先行詞は人間のはずだ。ですから、それを使うはずですよね。で、あと皆さん、人間らしきもの、と言われたら、ま、これですよね。皆さん、象、図が残っておりますので、これ皆さん、突っ込んでいただけるとよろしいかと思います。この感じですね。ですから、to, 象、図、風、風以下の人たちに対してアドバイスを与えるんですね。こういう感じで皆さん、前半は決まりそうです。で、皆さん、第1段階終了いたしましたので、第2段階いいですので、ちょっと皆さん、色を変えさせていただいて、俺、青でいきますからね。第2段階でございます。で、次、皆さん、じゃあどうしますかということですが、皆さん、関係代名詞、風がおりますので、まあ、少なくとも後ろは動詞が必要ということで、よろしいかと思います。で、じゃあ皆さん、選択した中で動詞はどれですかと言われたら、aren't がありますよね。皆さん、こういう感じでいいかと思います。皆さん、who aren't、ということで、で、あと皆さん、B 動詞の右側は、皆さん、保護ということで、よろしかったかと思います。こうですね。ですから、B 動詞の右側は保護だ。で、保護と言われたら、形容詞だ。じゃあ皆さん、選択した中で形容詞はどれですかって言われたら、皆さん、少なくとも with ではないですよね。with は前置詞。となってくると、皆さん、familiar ですね。もちろん、形容詞だという認識がなかったとしても、自動的にファミリアが、ここに入ってくると思われます。ただ皆さん、ちょっと第2段階、2ステップ目、色が限界ですので、第3ステップ、ちょっと皆さん緑でですね、書かせていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、もちろんファミリアですかね。それをここに突っ込んで、で、皆さん、もちろん熟語に気づいていらっしゃる方はいらっしゃいますよね。be familiar と来たら、後ろは with ですよね。これでいいかと思います。皆さん、be familiar with。うんたらかんたらに慣れ親しんでるということで、それで皆さん、考えていただいてもよろしいかと思います。こんな感じですよね。ですから、皆さん、これで正解になりました。
give advice to those who aren't familiar with ということでよろしいかと思います。でまずもちろんあの色分けをしているのはですね、後で見直しをした時にどの順番で考えたのかを後で分かりやすくするためですからね、見返した時にというところでございますので参考なさっていただけるといいかと思います。でもちろんこの下のところですね、あの知らなければぜひノートを取っていただいてですね、ノートを取った後はですね、これですね、赤シートで隠してスラスラ言えるということを皆さん確認していただけるとよろしいかと思います。いきますかね。では次回2134番続きますので今後ともよろしくお願いいたします。